どうも皆さん、こんにちは。今日もダークソウル3続きからやっていきたいと思います。前回ですね、カラス村でしたっけ？ちょっとなんか、かがり火で書いてあったと思うんですけども、そちらですね、進めてまいりました。で、この教会なのかな？中で、あそこに見えるお嬢さんですね。助けたになるんですかね？あの、下にいた、誰でしたっけ？ホークウッドじゃなくて、ですね、イケボのお兄さんね、倒してね、ここまで参りました。でですね、今回この続きから進めていきたいと思います。でですね、前回やり残したとこ特にねえっすよね。あります？ないっす。まあ、ちょっと後で、あれですね、今、殺し屋が私のためにソウルを稼いでくれてるようなんで、ちょっとそれは任せてね、こちらの方を進んでいきたいと思います。で、坂道を登って確かね、騎士がいるんですよ、ああやってね。とりあえずあれ、倒しましょう。一人かい坊や一人かい、おやすみなさい。何も落とさないんですよね、こうやってね。おおおおおおお、だい、はい、まあこういうこともあるんですよね。うん、いやー、死んじゃったっすね、かわいそうに。でこちらが、特に何持ちか、屋根の上に戻ってこれっていうか、屋根の上か。あ、出ますね、普通に。屋根の上に出て、ここに何かあるのではと、お思いでしょう、皆さん。何もないんですね、これね。ショートカットとかそういうのがありそうな空気感はあったんですけど、なんもないですね。思わせぶりかよ。となると、あそこ上行って、こっちの端に戻ってくると、このやつがなんか開通する的な、そんな空気を感じますね。よし、じゃあ改めて行きましょう。あの集団がいましたからね、ちょっとずつ削っていきたいところですよね。さあ来い。まあ、飛び降りたら、お前ちょっと、いや確かに飛び降りたくなったらどうって言ったのは私ですよ。でもさ、それはなくないですか？どこから来た今？上ありました？あ、この木の上か。あー、なるほどね。あー、そこですな。あー、聞こえる聞こえる。いっぱいおるいっぱいおる。なんだこの数。ちょっと待って。確かに弱いんだが、いや、狼さんもいる、もしかして。よいしょ、こうやってね、着実に数を減らしていくのは私ですよ。やられる前にやる。やれ。ゆっくりやろうね。ああ、こっち来れたね。よし、
方向はどこに繋がってんのかな。さあ、私に教えてくれたまえ。おっとっとっと。はい。あれ？え、仕掛けが動かない。え、どういうこと？ん？ああ、あるじゃん。エレベーターあるじゃん。よし、ちょっと S で回復しよう。これはどこだ？あー、で、お嬢様のとこ戻ってくるのね。え、これショートカットなんかな？近くない？え、どう思います？ 'Tis good. I'll head off to paint. まあ、大丈夫って言われたら。OK、わかった。お嬢様が大丈夫って言ったら大丈夫でしょう。よし、戻るぞ。ちょっと待って。やばいやばい。体が燃える。どこに遠いんだよ。まりゲットして、はい、死んだ。いや、きついな、人数が多い的な。よいしょ、いただきます。おやすみ。うーい、あれ、一人かな、君一人かな。よいしょ、いただきます。あらかた片付い、あー、火の人いるね。てかこれなんだろう。え、なんか乗れそうじゃない。なんか乗れそう。 なんだこれ、なんかありそう。なん、ただの思わせぶりなオブジェクトですね。いるわ。ちょっと上から行きたいですね。あ、おー、やばか君。ういさっき親父はそんなに強くないぞ。よし、勇気の手袋ゲット。おらおらおら、おやすみ。よいしょ、ベストイント、ベストイン。なんだこれ、木を倒す。おお、ドーンで、あー、草、あ、ショートカッター、あのエレベーターのとこっすね。よしよしよし、ちょっとずつ進んできてるよ。これいいんじゃないの、流れいいんじゃないですか。で、これいけるね。なんか観光名所みたいな。ショートカットだ。またあれ倒してこっち側にって感じですね。よし、こっちはとりあえずじゃあ無理だからあっち側ですね。おい、ちょちょちょ、あ、びっくりした。生きてる。まだ、あれ？これもしかしてあれじゃないですか？松明じゃなくて、ファランの勇気たちが用いた戦松明、道具であるとともに武器としても作られている。ある種の神話は、人中を海で満たすという。炎は古くそれに対する有効な手段であった。火吹きだ。おい、はい、ちょっと見てくださいよ。あ、そうか、両手持ちにしないとダメなんだ。ちょっと待って、これは外して、こっちに、さっきのこれをつければ、あ、じゃあ松明じゃなくて、勇気のトーチ。で、両手持ちにして、おお、おい、はい、これはすごい。
すごいだけっすね、とりあえずね。まあ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 。この、いかにも実用性がないですよ、みたいな空気感は好きなんですけど。まあまあまあ、それだけですよ。それだけですわ。な、狼、お前もそう。結構、万歳してなくなりましたね。まあいいんですけど。で、ちょっとあの奥の方行きですね。さっきあの、不況エジアどうしたのこの辺と。下にいなかったっけ誰か。あ、いるいる。あいつ倒そう。おい、じゃあ2匹もいるぜ。うわっ。よいしょー。オッケー。2匹葬ったと。まあまあ、1匹ずつ、1匹ずつ。一人ずつね、一人ずつ。一人ずつにしよう、一人ずつ。うわぁ、死ぬ死ぬ死ぬ。なかなか痛い。ボロに食らっちまった。さあこっち上2発3発で倒せんですよね。なんか悲しくなってきますね、そう考えると。おっおい、ああ、食いついた。びっくりした。ソウル稼いできてますね、これね。ポリビゲット。で、行きたかったのがこの奥側よ。なんかあるっしょ、この怪しい感じ。おりゃ、騙せませんよ、勇気の盾。よし。この辺が終わりかな。じゃあ先進みましょう。こっち行けるのか。あ、こっち行けそうっすね。よし。順調、順調。うぅ、でかい。でかい。どうしよう、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 どうしよう。気づかれてるよ、気づかれてる。ああ、気づかれてる。ごめんな、お父さん殺してごめんな。ごめんな。だってでかいんだもん、ビビっちゃうよ。ビビ、ああ、さっき倒したね、狼さんがいるから。じゃあ、こっち側だ。行こう行こう。よいしょ。ああ、やめてくれよ。やめてやめて。よいしょ。よい。ああ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来たよ。いっぱい来たよ。よいしょ。よいしょ。終わりか。お借りなし？お借りなし？お前ら、川、死んでるのにみんなビクビクしてるわ。ビクビクしたいのはこっちの方なんじゃ。とりあえず上側かな。下側もなんかあんのかもしれんけど、ちょっとだけ覗いてみようか。あー、こういう感じね。うん、やっぱ上行くしかないっすわ。よし、上行こう。さっ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 さと。狼の生き残りいるんじゃないですか、これまだ。
っち分かれてんな。なんだこの無駄に複雑な作り。おお、あ、出たよ、またいるのか。私が苦手な鹿の人たちが。あ、いるいるいる。よいしょ。しかもこいつ赤目じゃん。よいしょ。硬えぞ、めっちゃ硬え。これはまた弓に持ち替えさせて。持ち替えない？弓に持ち替えないですか？もう一発。オッケー。倒した。あ、なんかあれ意外といけたね、あんな狭いところで。お、あ、今のあなたが使ってた武器ですね。まあ、どうせね、この技量戦士の私には持てない武器ですよ。どうせね、どうせ持てないんですけど、ちょっと見るだけいいですか。あ、もう罰だもん。無理だよ。40万。はい。はい、もうお疲れ様です。却下です。ちょっとこれどういうことだよ。走り抜けろってことか。よし、任せてくれ。デビルバッドゴーストの使い手の私にかかればこんなものよ。見たかね今の走り方。よし、逃げろ。あっと、これショートカット開通じゃないですか。おっと、なんか建物内入る映像。こっちこ、とりあえずあったかい方行こう。あったかい方。うわっと、いやいや、これ気持ち悪いぞ、これ。いや、腐ってるやん。うわ、何これ。え、何これ。うわあ、ああ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。ああ、いっぱいおる。あ、じゃあ、マジか。いや、もうひとまずヤニかな。お前ら人じゃねえだろうよ。ああ、落ちてた。しかも、飛べるのにダメージ受けってどういうことや。クソ団子。そんなんばっか、アイテム持ってるしな。あれ、倒したやつだっけ？ちげえ、これちげえ、絶対してみるもん。やべえな。ここやべえな。汚ねえな。全体的に汚ねえな。よいしょ。よいしょ。あ、腐ってるよ、ここもさ。ちょっとさ。これどこだ。よいしょ。ブン。あ、上に繋がってますね。どこへ誘っているんでしょう、私は。はい。あ、アクネ扉。
壊した机直ってる。フリーで焙煎とこですか。どうもどうも。どうもその説は。Be forewarned, should this world even then would leave us be, sweep all thought of us. そうっすか、そうっすか。まあ、とりあえず、休憩させてください。よし、ちょっと、さっきの腐ったところを探索させましょう。さあ行きましょう。うわー、やめてくれー。よいしょ。おやすみ。だとこいつを背中からバッザリ切っちゃって、ああもう一発、よし、OK。 おっと、あった、ここ下りでしょう、下り階段。あーし、うわ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 、汚ね汚ね、これ水溜まってるんですけど、これ大丈夫かよ。音がやばい、音がやばいっす、音が。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、何もないね。行くか。いや、濁ってる。いっぱいいるし。いや、みんなチュルチュルチュルしてるよ。よいしょ。よいしょ。ですね。確か上にもいたよね、上にも。あー、なんだこの数、マジなんだこの数は、やーべえて。あ、だだ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 、いやー、汚い、よいしょよいしょ、やだだ、汚い、やー、やばい、お前らやばいって、もうおかしいよ、あら、おかしいよ、もうマジ勘弁してくれよ、きったねえな、もう畜生。ちょっとですね、周辺から刈り取ろう、周辺からね。気づかれた。ほら、よいしょ。いやいや、何匹いんだ、マジでこいつら。おい、なんか、絶対今、エストビンなんか虫入った、今虫入ったよ、絶対虫入っちゃったよ。アイテムあるぞ。うわ、ウィルヘルムさん、お前こんなとこで虫の方たちにやられちゃって、ウィルヘルムさんの最後これか、これか、このちょっと白いやつ、悲しいね、悲しいよ。あんなにイケメンかどうかわかんないですけど、かっこいい声してたのにさ、こんな最後を迎えるなんて悲しいよな。なんだなんだ、この世界は何なんだ。とりあえずこれ回しちゃおう。ほい、さあどう。大丈夫かな、これフリーさん怒んないかな、人んちの仕掛けこう勝手に動かしちゃって。はい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 。ああ、でまあまあありきたりだよね、こうやって
石像が動くとね、下の空間に入れるっていうのは。もう新たなところに行ける感じになったんですかね、これはね。行けるようになっちゃったんじゃないですか。As ashes will be, ever seeking fire. つまりはどういうことですか。まあ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 、いいです。とりあえず汚物を消毒しなきゃいけないですから、私の使命としてはまずは消毒っすよ。汚いところでさ、あんな仕掛けだけのわけないじゃないですかね。そう私の勘が支えているんですよ。なんかください、むしろなんかください、何かいただけませぬか。あ、これはーい、開いてますね。失礼します。ちょっと待とう。あよいしょよいしょ、おい、はい、光る奇跡、くさびしか。ちょっと待って、アナカ、誰かいる？誰もいない、よし。よいしょー、おやすみー。ありがとうございます。何？ん？本当に、あれ？ここ何もないのかな？ん？あ、外に出られる。飛び降り系か。よし、またレイ。飛び降りるとなれば猫の指輪の出番でございますね。よし、ここから行きますか。よし、飛び降り芸見せてあげましょう。いたぜ。機関弁、呪術の送り火。なんだ呪術の送り火って。武器ですかね。ああ、ここだ。呪術の火より上ってことか。醜い伴侶の死に捧げられる送り火となり、ダネル。何を言ってるかわからんな。とりあえず使う機会はなさそうですね。ちょっと金ネコを閉じておきましょい。で、また緑化つけて。でもダネルなんだろう、ダネルって。お、なんかあれだね、プリシラがいたところっぽい感じの雰囲気ですね、これね。なんもねえ。かかり火とか。なんもねえんすけど、これ。え？飛び降りるってこと？
飛び降りたくねえな、これな。ちょっと待って、ちょっと待って。あれじゃない、あれ、残り火系じゃないですか。残り火使ってさ。ほら、ほら、ほら、何も起きねえ。闇霊とか出ないんですか、これ。出るっしょ。ああ、ほらほらほら。見たか。あたわい、あたやせ、あたやせ。あ、お前火属性のあれなんだね。おお、あ、まだ生きてる。よいしょ、よいしょ。結構かっけえなお前。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、Sなくなったね。よいしょ、よいしょ。ういよいしょ。なんだそれ。倒したー、おやすみなさい。倒される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 。捕獲混沌？あ、今の技かな。あのさ、エストビンなくなっていうか、かがり火は、かがり火、かがり火ちょっとマジか。かがり火ないんすか。これ飛び降りて死ねってこと、もしかして機関のコッペン。あ、そうか、そこに機関のコッペンあったってことは、そういうことっすか。OK、じゃあ機関のコッペン素直に使いましょうね。今日というわけで雪山に帰ってまいりました。で、この下のとこっすね、まだ全然行ってないんで、下のところちょっと覗いてみましょう。何かあるかな、何かあるんでしょうけど、ほら、あの木のところとかね。あの、とんがってるのなんだろう。よし、ちょっと、銀猫装備して、下降りてみますわ。いやー、やだなー。なーかやだなー。なーかなー。よし、銀猫装備して、じゃあ。降ります。降ります。あ、なんか強いのいるわ。ちょっとアイテム回収させてください。アイテム回収させてください。ですか。アースシーカー、揺れてるとそうなのかな。アースシーカーだな。よいしょ、よいしょ、ちょっと押すかお前は。よいしょ、あ、ダメだダメだ、こいつダメだ。よいしょ、あー、ちょいちょい、すいません、あの、見えます。ダメダメダメ、こんなやつ戦ってられませんよ。よいしょ、テストで回復。これどこですか。どここれ。あん、あん、降りちゃうな。こちらは何でしょう。あ、またここか。あー、なるほどね。上からこいつを殺せというおぼし飯ですね、これはね。じゃあちょっとやるか。よいしょ、よいしょ。
あと一発殴れば勝ちだ。おお、オッケー、おやすみ。ふう、大かけら。おお、どど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 ど、すいません、すいませんでした、すいませんでした、すいません、すいません、すいません、ちょっと生意気なことしました、すいません。逃げます、すいません、すいませんでした、すいませんでした。くっつく、ここまで届くかい。ちょっとダメだよ、それは。ここは大丈夫かな。あー、大丈夫そうだね。よし、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 よし。あ、落ち着く。そのくらいのやつだと落ち着く。OK。こっち戻ってきたから、あー、おっかねえとこ走るね、これね。多分自分一人だったら絶対こんなとこ走れねえっすわ。で、ここ帰ってきたから、ちょっとお嬢様のとこ行きましょう。下がって。あれ？あ、いなくなってる。机、なんかね、何やってたんだろう、これ。金色の光沢はなんかあれっすね。よし。そしたら、ここ出たら、かがり火でしたよね。オッケー、帰ってきた。よし。じゃあ、今日はこの辺にしときましょうかね。次回ですね。何でしたっけ。仕掛けを動かして、空いたところに行ってもいいんですけど、先にちょっと吊り橋をね、落とせるかどうか確認して、落とせれば下の方行って、もし落とせなければ、あの仕掛けで空いたところですね、フリーデさんの奥のところ、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。語りは私、高2でお送りいたしました。次回もまたご視聴よろしくお願いいたします。それじゃあ、さようなら。バイバーイ。